はい、心マパです。はい、こんばんは。こんばんは。まあ、今、時間が時間なんで。はい、今日やるのはシンデレラ。シンデレラも初プレイ。もう初プレイなんですが、今日はそこは関係ない。パパね、もうシンデレラ使いまくってるんです。こんだけ使ってたらね、スキル発動中なんて、携帯見なくてもできんじゃね？ということで、スキル発動した瞬間に、もう、こうやってするから。こうやってスキル使うから。もうそれでも点数取れるから。ほんまか？ほんまか？まあ、やってみよう。さあ、音が出てないぞ。音がない。音がないのは辛い。ちょっと待って。音がなかったら、シンデレラ、使えんくね？おい。おい。ちょっと待って。音なしでシンデレラ、使えんくね？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。どうだ？どうだ？おー、消えてる消えてる。ボムできてる。そんなんじゃない、そんなんじゃない。やばい。音がない。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。これぐらいか？オッケー。そうそう、ちょっと待って、音出てなくて、わからへんやん、こんなん。これやり直そうかな、これは。もう一回かな。あかんで、ほんまに。いけ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。これぐらいだぞ。やべ、3つしかボム出てねえ。あかん、ちょっと待って。音。OK。これでやってみよう。いくよ。スキル発動中なんで、これでできるから。ウェイ。さあ、行きましょう。さあ、このね、なんていうの、シンデレラのスキルないときは、さすがに、どこに積むがあるかわかんねえんだからよ。無理だべ。だから、シンデレラ、こう、スキルがまた発動するって。4、5、6、7、8、9、10、11。おい。やっぱ、音がね、音でね、こう、何スキルが終わったかどうかわかるからね。ここ、1、2、3、4、5、6、7、8。おっと？どんぐらいいけるんだ？あ、トイモンも1個出てる。おっと、これは高得点期待がかかる。さあ、はい。どうしたらいいんだ？見てんじゃねえか、みたいになるからさ。見てないのよ。スキル発動中はね。もう見なくてもできないよ、ここ。こう、画面見てるか？画面。じゃあ、カメラの画面見てるから。はい。おう、タイモンも出てんじゃん。いいねえ。はい、行くよ。4,5。どうだ？タイムボム1個もない !1 個もない。はい、来た。どうだ？タイムボム出てるよ、いいよ。これ、どんぐらいの点数いったらすごいんかな？こんなやり方で。2,3,4,5,6,7,8,9,10,11。どうだ？ウェーイ、タイムボム。でも1個なんだよね。こうやって調子ぶっこうと、1,2,3,4,5,6,7,8。どうだ？あ、タイムボム1個は出るじゃん。いい感じでなぞれてる？おい、はい。どうだ？見てないよ。これでも高得点が出るんじゃないか。はい。スキル発動中は見ないよ。音だけは頼りに。さあ、ここはね、ここは正直ね、ボムがどこにあるかとかは全く分からへんから、しゃあない。はい、スキル。こっちの方が忙しいわ。はい、どうだ？やばい、タイムボムがない。待って、もう20秒しかないじゃないか。はい、これしんどいな。腕がしんどいな。はい、終わった。やばい。あ、もうスキル、まだスキル。これ何の運動って、これ。これあれよ、携帯5キロぐらいやったらしんどいよ、もう。さあ、あ、タイムボム3つ出てる。はい、行こう。もうしんどい。どうだ。さあ、タイムボムは1個、あ、くそ。1個は出てる、タイムボム1個は出てる。あ、これきつい、足食ったな。もう音でね、どれぐらい消したかね、わからんとね、これから。どうだ。これでどうなんや。一個も出ないな、かい。まあ、でもね、まだね、20秒切ってないか。はい。4,5,6,7,8,9,10。これくらいか？ OK。やばい、時間がなくなっていくー。来たし、スキル中は見ない。携帯見ないでも高得点取れるー。これ、シンデレラね、もうイコール作業ですよって言ってるようなもんだけどね。ね。
もうこんな画面見なくてもできんじゃねっていうね。やばいやばいです、やばい、2秒しかない、フィーバー入れ、フィーバー入ったかな、どうだ、うっ、3秒、やばい、あかんあかんあかん、はい終わり、全然あかんやないかい、もしかしてもしかしてもしかしてだけど急で止まる、900万、はい、これがハイスコアっていうのも嫌やな、900万、あ、ということで900万ですが、まあ一応3位にはいますね、はい、まあ LINE してる、しててね、 LINE 繋がっててこうつぶつぶしてる方があんまりいないっていうのもあれなんですけど3位にはいます、はい、ちょっとこれじゃプライドが許さないってことで真剣にやっていきたいと思います、はい、これは画面見ます、ウェイ、さあやっていこう、はい、もうこれが初プレイと言ってもいいぐらいね、ちょっと適当にしすぎたよね、さっきのはね、はい、これね、まあね、ママ2にね、どれぐらい追いつけるかっていうところですよね、はい、でね、これ最初のね、シンデレラが出てないっていうのがね、もうまず痛いよね、消せれてないからね、これジュディおるやん、ジュディ、はい、1回目のスキル、これさっきより悪かったらどうなんでしょう、やーべえ、ね、タイムオムがね、こうもう運なんだよな、出る出えへんが、でも8、9、10、11ぐらいがね、タイムオム出やすいって言われてるから、もうシンデレラパパ今はね、スキルレベルは5なんで、できるだけ長くね、つなげていきたいね、で7とかで切れるやつやめたいね、これ絶対あの普通のボムしか出えへんやつやから、あ、このね、なんかね、スキル終わってもシンデレラが溜まってないやつ、これもね、タイムロスになるんだよね、うん、さあ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 行こう、やっぱりタイムオムが出てないからね、さっきとあんまり変わらん、おい、ミスター、やばいよやばいよやばいよ、タイムオムはね、やっぱね、1スキル1回スキル使った時に2個はもうほんまに最低出てほしい、だってね、時間減る一方で、3、4とか出だしたら、あの、増えていくから、時間はね。これは作業、これは作業、マジで作業、これちょっとママにやってもらいたいぐらい作業。は？おっと、聞こえていた、ママいた。私が作業をしないといけない。だって俺1億出したことないんだもん。でもあなたの携帯は1億ってこと？そう、この端末ね、ママがやって1億出たことあるんだよ。ね？ね？で、パパが出たことないって言ったら、もう確実にもうパパの方が下手っていうね。確実に、うん、確実にもうママの方が上手いっていうのがもう決定されたようなもんですからね、それはね、うん、タイムボムがね3つ、まあね、これ時間のロスがねいっぱいあるんですよ、パパの中にはね、でさ、点数がねさっきとあんまり変わってないっていうね、うん、それも辛いですよね、ほんまに、でこうやってちゃんとスキルの時もねこうやって見ながらやってるのにね、はい、全く点数がねあんま変わらないっていうね、うん、タイムボム出てないよね、これ絶対ね、まあね、あのね、奥はいかんくても、まあ、まあ、1000は超えたいよね。1000を超えないような気がしてきたもんね、今ね。あなたに伝えたい。はいはいはい。ジュディの大きい顔。さあ、これ、つむつむキャラ、ちょっと、出ていきたいな。ちょっと、ココロマンチャンネルで、このつむつむの分できんかな。落ちてこうへんかな、キャラ、もう顔大きくなった瞬間笑うねんけどな、さあ点数が出てない状況ですが、やばい、1000万は行きたい、1000万は行きたい、1000万いかんかったら笑う、いや1000万は多分な、もう超えてるはずだ、あのプラスアルファで1000万を超える、ただね2000万は多分ねマジで厳しいかな、タイムームがね、一切出ないよ。おい、どういうことだ、タイムームが一切出ない。これどうしようね、ほんとに。あんまり変わらへんっていうね、さっきとね。どうだ、さあどうだ、まあ、これで1000万はやっと超えたかな、このシンデレラね、なんか。最強ツムっていうとさっきシンデレラっていう声が上がってきてるからね、シンデレラ使ってるけどね、うん、最強ツムを使ってても使う人にもよるっていうね、ね、
っぱりね、まあ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 2はね、うまいんだよ。こうママにも一回言われたけどね、指が太いからっていう理由が一個あるが、それどうしようもなくね、女の人細いからね、どうしようもなくね、男の俺にとっちゃちょっとそれを言われるとね、ショックショック、やばいよ。でコンボ数もね、この999っていうのにカンストするのに、ママね、まだ60秒とか残ってる時あるんですよね。ね、そんなことをされるとですね、パパまだ99コンボいってないからね。でもあと10秒ぐらいしかないから、どうしようね、これほんまに。さあ、やっと今になってタイムボムが出てくる。ただね、あとね、こうやってね、喋りながらツムツムをするのもどうかなと私は思うんですが、まあ、実況者であるがゆえに、まあね、そういう状況になるのかと。ただね、これがね、黙ってしたら点数伸びるんだと、伸ばしてみろということも考えられますが、あんまり変わらないんだよね。集中してないんだよね。どうだ、さあどうだ、やばい、ミスったかな。これはちょっと今のはミスったな。さあどうなる、タイムボムがやめあって出てくる。ただシンデレラが少ない。はい、はいはいはい、あと10秒。早っ。あと10秒になるまでのスピード早っ。あかんあかんあかん。早く早く。一応ね、一応ね、まあね、ママのあれだと、40分とかしてると、奥だね、時間的には。ね、これ多分早送りしてなくって、普通にまあ10分ぐらいかな、やってるの。時間見てなかったけど。10分もいってないのかな。これで、普通にミスったかな。タイムもさっき消したかった。はい。まあね、今週のスコアって出てますが、まあ、こんなもんなんですよ、パパね。ね。最初、わけわからんことしとったから、こうやって最初。ねえ、それが痛いよね。いやいや、あんまり関係ないってね。うん。よし。あと1個。はい。OK。さあ、はい。今週のスコア。はい、パパの点数はこちら。パパパパーン。はい。1900万。はい。はい、ということで。今週のパパのプレイでした。はい。まあね、1位見て、これ、ここままね。はい。奥超えてるんです、なんとね。1、2、4、お1月24日、パパの誕生日。ウェイ。ということで、この動画が面白ければ、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。